震災の前よりも綺麗な街になってほしいという思いを込め、宮城県の小学生たちが震災の瓦礫で卒業記念のトロフィーを作りました。トロフィーは宮城県石巻市の港小学校の児童ら25人が卒業記念として制作し、今日から東京銀座のデパートで展示会が行われています。オープニングセレモニーには制作した児童だけでなく細野大臣も駆けつけました。前よりももっと綺麗にみんなが豊かに暮らせるところになってほしいと思いました。早く取り除かれて元気に遊べるスペースを大人の責任で作りたいと、ぜひ全国の皆さんにこの瓦礫の広域処理にご協力をいただきたい。児童たちは地元にあった木の瓦礫に色をつけ、思い思いに組み合わせトロフィーを作ったということです。会場には石巻市の瓦礫の現状を撮影した写真も展示されています。展示会はあさって日曜日まで開催されています。